すげえ嫌なんだけど。で、出なければ始まらないんですよね。多分ええー、やだな。亀田さんがいると思って来たんにもしもし。あ、もしもし。もしもし。 この前はありがとうございました。え、この前はあ。あの電話。あので、お礼を言いたくて。はい,はい、はい。は。電話をしました。みんな喜んでいましたよ。みんな喜んでました。ちょっと待って。ありがとうございました。<laughs> これ、あの。まあ、分かってるとは思われますけど。なんか、この人でしょって言って、当てにいって、間違えるのめちゃめちゃ恥ずかしいんで。教えてもらってもいいですか。はいや、当ててください。 え、何ですか？当ててください。<笑><笑>待ってこなあ,あのメッセージも結構長くつけてくれたじゃないですか。なんであのみんなシーンとなって聞いてくれました。え、えちょっとありがとうございます。メッセージ。え、何ですかプレイリストまでこう用意してくれて、それもセットで送ってくれたじゃないですかえ。もうあれもプレイリストがあったかために、こうもう授業でもポンポンポンと曲を聴けました。あー コウ先生かはい自分ですちょっと声を作らないでもらっていいですか作ってないですよ本当いやそういうことかいやこないだって言ってもだってあれどれぐらい前いやだってコロナ始まってからですよあそっかはい去年かああ何かと思ったいやんかリアルだからこの間ってんか現場いくつかあるしプレイリストも本当にたまたまこの間作ったばっかりで。 あそうなんだそうあれでもそんなそのプレイリスト提出した、うんうん、とある番組にラジオ番組にしてそ,う、ね、そうそうだからそのラジオの番組のスタッフの人なわけないよなと思ってお父、うん、さんかありがとうございますもう本当いやに本当さ授業でさ、うん、全然歌が歌えないわけ言ってたよねう音楽の授業やっててねでさもうなんか何だろう楽天っていうの 理論とか連れててもさやっぱりさみんなさつまんなくなっちゃうわけさまあまあねもう文字とノートだからやっぱり浜くんからの長い手紙とその曲聴いてくださいっていう曲をさメッセージ付けでさかけたそりゃみんなさうるうるして聴いてくれたよあ本当いやほらメールもくれたじゃないですかちゃんとその「どうだったよ」みたいなまあねいやでもとはいえどうだったのかなとは思ってましたけどそれだったらよかったですよ プレイリストも職員室に張り出し。<laughs> でもあの時ほらメールでくれたけど、なんかこんなに本気でやってくれると思わなかったとかって言ってたじゃない,い。そうだよあれがノーやらに、ね、すごかったよだって文章量半端なかったよ。いやだってなんか直接行ってさあこさんと二人でなんかちょっと授業とかなんだったら話し言葉でできるけどなんか文章だからさと俺のこと知らない子もいるだろうからたくさんなんかちゃんと。 細かくやった方がいいかなと思ったのよ、それは。B4 で、うん、七枚ぐらいあったよ、うん。あ、本当そんな書いたっけね。ちょっとあんまり詳細でも覚えてないけど、ちゃんとやったら覚えてますよ。一番ちゃんとやったと思うな。今は何を受け持ってるんですか。今も生徒会顧問でございます。あ、そうなんだ。はい。あ、じゃあ生徒会顧問変わったってことだよね。まあ俺が卒業してから変わってるもんね。だって そう一回担任やってまた生徒会顧問やらしてもらってますへ、えー、あ担任もやったんだ僕らをや,やってますああそうなんだ、はい、えっとまあ音楽家だよねそ変わらずと音楽をやってますはい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 くんの時代ってさ、はい、iPod で音楽聴いてたでしょみんなそうよもう花形でしたからねやっぱ出始めたみんない、e、い iPod 何ギガだとかつってさいじゃん今だったら考えられないギガ数のねなんでさその時代にさ、うん 浜くんはさす、うん、かしてさうん、うん、いやすかしてかな <laughs> CD ウォークマンを聞いてたの <laughs> 俺ずっと聞いて聴きたかったんだよねえでもそれは多分あれだと思うよそんな通年通年ずっと使ってたわけじゃないじゃない多分買って買ってもらえてないだけだと思うきっとえ嘘順番じゃないあ,のあれをずっと卒業までバカみたいにずーっと、うん CD 何十枚もう知ってる知ってる、うん、あのんかさケースに入れてさそう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 そ,そうそうそう,おう俺はだからいやもあれですよ俺らの世代って中まず中学に入るタイミングに、うん、なんか入学祝いみたいないわゆるもらうんだったらっていうのに一番花形が MD だった<う>まず、まあ、MD がなんか中学生のそうもうなんか証拠みたいな。 明石みたいな感じだった。で、そうそう。で、で、みんな本当に同時多発的に MD 買ってもらって、聞いてたのに、それをそのもう、あの、あれですよ、ぶち壊したのが、あの、コウキ君だから、コウキとマサルね。コウキとマサルはなぜか中1の時に、もう iPod 持ってたの、多分第2世代とかじゃないかな。あ、あれだわ。思い出した。あの、だからその iPod は、iPod だけ買っても完結しないじゃなぜかっていうと CD を、ねだねだね、読み込まないといけないから、うん、でその読み込むデバイスがないわけよそんなどっちもなんて随分聞いてたよねでもね音楽はねそうだからだからだったかも CD の方がだから早いんだったんだよね音,音質いいとかじゃなくてそうそうあ音質いいとかは何も考えてないよいそっだって MD だからそう平の家に買った CD を持っていって <laughs> うん、インポートして入れてもらうって,て、うん、自分の iPod にやってたやってたそうそうだから CD をみんな持ち寄ってたんで、ね、俺覚えてるもん新百合学校終わって新百合まで出て田原で東京事変のアルバム買って、うん、でわざわざ戻ってきたんだから鶴川までで総の地に戻ってきた地に入れてもらって iPod <laughs>、うん、で帰るっていうもう往復往復したんだから <laughs> 家で入れられないからあいつん家がもうなんだね そうそうそうだからそうへいのそのデスクトップはもうあの俺らの代の音楽好きのデータが全部入ってるから、うん、そうだよねだってずっとずれてる図とかも入ってたもんね入ってたそれはもう,もう後半は全然入ってたしその、うん、なんだラップ始めるやつもほらいたじゃないいっぱいだからそいつらの多分もう絶対に表に出してほしくないようなああいう学生の時の現場 <laughs> い,、ね、いや絶対あるよ ハム君たちの練習のやつもあるもんね多分あると思うけどねもう本当にだからライブラリーみたいな感じだったからね総編地のパソコンは <laughs> あそうだわだから多分 CD も持ち歩いてたんだと思うそうだねうんいや懐かしいっすわもうそんな、ね、そんなことではなくなったもんねこのねこのまあ10年十数年そうだねうん,うんデータの時代になっちゃったからね 岡本はさこのの先どうしていくの、うん、<laughs> 急にすごいねテーマが。いやでもあれですよおかげさまでもう 2, 2年も経っちゃったけど、うん、10周年でしたからうん、うん、だから10年やれて武道館だっていうまあ別に武道館が目標だではなかったけど一、うん、つ区切りだったんでうん、うん、こうなってくるとやっぱりその続けることがすごい難しい。 こととだっっていうのもちょっと痛感したした高校時代の岡本とさ今とさ、うん、何が違ういやもう全く違うと思うそういう意味では何にも変わらないところももちろんいっぱいあると思うけどなんかやっぱりみんな大人になりましたね、うん、<笑><笑>それだけそれだけなんじゃないあ大人になると何だろういい楽器になる いうねそれもそれもあるのあっよくそうそうなのあれ古いよあれはほら古いからさ公開レコーディングかなんかで使ってたやつあはいはいはい後期のストラト超古いからめっちゃかっこいいね64とかじゃない64年すごいよねあの真っ黒でさそうよそういうのはあるね でもまあそういうことっていうか何かいや赤穂さん分かると思うけどなんかその19だったんで俺らデビューがねあのあとすぐだよだから要は卒業してね,そだ,ねだからその,その振り返るとやっぱりその学生のりがさ抜けないわけよ数年は、はい、それはそのそうそうあの今振り返ればだけど多分仕事に対しての姿勢もそうだし、うん、その4人での会話もそうなんか。 うん,うん、あの多分放課後見てたような感じ。そうか。だ、それがあの、なくなっては全くいないんだけど。やっぱ、そ、それではダメっていう気持ちにはやっぱなるよね。と、そう、どこかのタイミングで。オンステでさ、うん、演奏している時にさ、うん、一緒にさ、あのー。スキャンダルの里奈ちゃん。はいはい。だってあれじゃん<や>俺が入る前の、だから。 一個下岡本図でドールやったりナちゃんがドラム叩いてて岡本図が上にいてみたいな感じだったでしょそうだから里奈ちゃん途中で入ってきたんだよねだから2年だったでしょ俺らが3年の時に2年でそ<う> 2> で,でそれこそだから上京してうちの学校入って 俺覚えてるもん,なんか生徒会長だったからさなんかその新入生が入ってきたら一応なんか挨拶しに行くみたいなのあったんだよね珍しくあるじゃない、うん、一応で梨奈ちゃんのクラス行ったら、うん、ほらうちほらその後輩先輩もさそんなに仲いいとあんまりないじゃない、うん、だから知ってる後輩みんながさ「なんかあの新しく入ったりなちゃん来週「M ステ」出るんだってとかって言うの俺に「出るわけねえだろ」って言ってそんなの。 うん、何言っっっっっててんだつたたどうもーとか言って俺知らないからその情報をねでしょでどうもーとか言ってどうもーって挨拶してじゃ本当にその次の週の「M ステで」うん、でドールやってたからで,でその次の週にさ、うん、あの岡本さんの演奏を聞いててさリナちゃんが俺の横でね「うん、わあのこらす,ごいすげえわー私ら軽く抜いとるわ」<laughs> <laughs> だって彼女も。 いくつだったのだから16歳とかでしょ17歳とか。よりお前らの方が勢いあるってーナちゃんあの時言ったんだね。まあそうねでもほらそれはだから俺は周りにはいるけど岡本、うん、図ではない頃でしょ要はね、うん、まあ逆算するとまあまあ界いだけどね。うん、いやそうねなんかいろいろ覚えてるとか覚えてるけどなんか話して思い出すことあるねやっぱ。 じゃあブラバンのあ、そうじゃん。ブラあれ超面白かったねブラバンド合宿俺だってさ<う>ゲンさんのさ星野源さんのレコーディング終わって行ったんだもんえ、そうだろそうだよ<え>ビクタースタジオで,でそ,れそれにしたんしたその話いやしてないともうなんか気使わせるから多分だから俺遅かったんだよ夜行バスで行ったじゃないそう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 。俺も夜迎えに行ったもんねそうだよねだで先生の先生の宿舎の方に泊まんのやべえとか言ってね あそう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 、ね、そう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 あれはめっちゃ覚えてる人生初夜行バスかもでもあれが自分でそうなんだあれでも前の日かなんかにポンポンって決めてきてくれたんだよねあそうそうだいけるかいけないか分かんないって言ってレコーディングとは言わなかったけどその仕事が何時に終わるかレコーディングなんてさ読めないから、うんうん、ねそんななんか 母校の合宿行きたいんで帰りますとはって言えないしさいやー生徒キャーキャーだったねあれ面白かったよねあの朝ごはんにさ先に行ってね、うん、覚えてるあのみんながなん生徒が起きてくる前にコーチ陣が先に朝食会場に着いて自然と食って食って待ってるっていうねうう食って待って <laughs> あ町とかペイちゃんとかみんないて <laughs> そうそうそう,そうね でなんか全然気づかなかったんだよねみんな俺のこと煽ってさ「<う>いや絶対入ってくるやいないやうわなんでいるんですかギャーってなるよ」とか言ってさ「で俺はそんなことない」とか言っ,て言ってたけど内心ちょっと楽しみにするわけじゃないそりゃそそでさ食ってたら「いただきますか」かって普通に始まって誰も俺のこと気付かないでさ <laughs> みんなテンシそう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 で自分から言っちゃうみたいなね「ちょっと,、ま、ちょっと待って」みたいなあったね <laughs> 気づいたらな、そりゃキャーキャーになっちゃうけど。いや、面白かった、あれ。<laughs> うん、あれ、野外ステージといえばさ、うん、え浜くん、なんか、俺、全然人から聞いた話なんだけど、うん、本かなんか出してさ、俺と一緒に、あ、使って、あれ、アッコーさん連絡しなかったっけあれ、そっか。俺もらってねえよ。も俺の写真買ってかっただろう。<laughs> 送りますわ、ごめんなさい、写真チェックを怠ったね、<laughs> じゃあね。え、なんか、何、野外ステージで一緒にやったじゃん。そう、野外ステージでさ、なんか、紅白歌合戦みたいなのやったじゃない あの時ブクブクじゃないのお前そうなの <laughs> あの時ブクブクじゃんもう本当にみすぼらしいはなはだしいじゃないあの時代の時時ので、いやどれぐらいあったんだでもまあ60キロ台なんじゃないの今より10キロ10数キロ多分超えてるしだからその本を出すっつってもさ、うん、なんかその割り切って昔の写真をいっぱい載せようもんならもうひどいわけよ写真が全部 その中でも唯一まともっていうか演奏してるからさ下向いてるっていうのもあんだけどあそうなんだそうよ何かそれもあったねいやはだからまあその赤穂さんに褒められたのも今に一つつながってると言っても過言ではないでしょうあの時別に本でもでも感心するよラジオとか。 いやまあラジオはでもほんとね19からねやらせてもらってるからさっきも言ったけど言葉持ってるよ当にまにどうなんでしょうねあんまりでも在学まあ在学中と変わってないっていうのは言い過ぎだけどうんうんいや分かったまあでもそうねやりましたねお父さんに言われてね司会,司会やれっつってクラスの音楽祭とかもさ一年生の時高校1年生の時にさ自由になんだっけ友達とうん,うん,うん,うん、うん アコースティックバンド組んで発表しなさいみたいな授業やったの覚えてるあったあったね、あった何歌ったか覚えてるえ、なんだっけそう歌ったの覚えてる歌ってたよ。もちろん司会もやってくれたんだけど、司会の方が上手かったんだけど。いや、そりゃそうでしょ、別に。歌いたいわけじゃないから、俺。何やって、覚えてるんですか何やったんだろうコラブー歌ってたよ。渋こいつ渋みたいな。意味がわからないで。何それ。何でもないようなことだそれで、誰が伴奏やんの あの時は多分ね、高次軍が誰か来てくれたんだよ。あ,あ、そういうことか。ええ、かしいね、受ける、ね。マイク持って歌ってる映像あるよ。いる。あ、いえ、入りはしないかな。頭もちゃもちゃで、うん。え、もちゃもちゃ一緒。うん。あ,あ、そう、いや、そう、歌ったの覚えてないな。司会をやったってのは覚えてるけど。ね<え>。うん。これからも司会はちょっと続けて。司会。まあ、そうね、<laughs> 司会というか、まあ、ね、なんか、何の。因果かじゃないですけど。うんね、まあ、ね。 ありますからねラジオの喋る人を本当尊敬するからでもなんかやっぱ一つあれよねなんか音楽はもちろんだけどここまで長くやってるともう、うん、本当にこう一つなんでしょうちゃんと本職だという気持ちでやってますよあ本当うん。ぜひそっちの方も力入れてわ <laughs> かりましたいや嬉しいそのね最初に褒めてくれた人だからねいろんな先生がいろんな、うん いろんな,なんか悪さいろいろ聞いてきたけど <laughs> まあね<え>いや利口な生徒ではないからね<や>俺らの、ね、利口な生徒じゃのあのさ、はい、掃除用食いで隠れた事件って覚えてるいやそれはもうほらもうブームだったから俺ら <laughs> <laughs> あれブームなのでそうだよだからその小休憩中に、うん、であの15分休みとかに15分休みに入るな違うクラスの掃除用具入れ箱に入って うん、で授業が始まっても10分ぐらい出てこないで我慢して、うんうん、本当に何でもないタイミングでバーンって開けて黙って出ていくっていうもうブームだよね本当に最悪だよねなんか本当最悪だなと思うよ。だってもうそんなんでもそんなばっかりだってじゃあみんなそんなさまともに授業聞くような。 ここんなとと言うとあれだけどねなんかみんながみんな礼儀正しかったわけじゃないけどえなん結構そういう悪さしてたじゃんしてたね<あ>だっていい、ね、悪さっていうかうんとさ悪くはないんだよ、ね、いたずらでしょそう新ユりのオーパーにクリスマス、うん、冬休み前に行って、うん、プレゼントを交換しようって言って1時間で1500円以内でプレゼントを新ユりの中で買って、うん、あそう友達やったのそそそうそうみんなでだからそのうん、うん ショーとかいたし<ー>であの交換をそのデパートのトイレの横の脇でやろうって言って誰,そう誰だったっけな俺はあ俺だったっけな「あのハリー・ポッター」をもうは8冊ぐらいブックオフで買ってめちゃめちゃ荷物になるのをあげたりとか0時 <laughs> は多分ワーナー・マイカル・シネマズのポップコーンだったんだ レイジがもらったの。レイジが買ってきたやつ。ああ、レイジ元気だね。ねうん、良かったよ。いやレイジさん人の親ですからうそうだよね。そうだよ。あんな綺麗な奥さんも。ね。レイジとさ浜くんでさ合宿の時にさ、三好、うんうん、先生ちのお子さんにさ。ああ懐かしい。覚えてる。何君だっけ。えスイんとミータ。うわあスイんね懐かしいねスイ君ねレイジがすげえ開たでしょ俺もそうだけど。 覚えてないかわいがってさ写真がいっぱい残ってるのは覚えてんだよねお前らさ2人してさずっと下ネタ言い続けてたの覚えてる本当最低たやっ俺俺あるかな0時だと思うけどなやってたよあそうすい君かわいくでも「すい君かわいい」とか言ってるけどすい君何歳もう高校2年生うわもうすいさんじゃん ススイさんもう水さんよもう水くんなんて言えないよね、うん、いやーその下にいやかわいなすげえ抱っこしたりもう水くんと写真撮ったのはすげえ覚えてるけど違うお前らがやんちゃだっていう話であーそういやーなんかでもねそれ言われるのよなんか言われるしデビュー当時の映像を見ると、うん、俺も結構そのはしゃいでんだよね結構ね俺が自分で思ってるよりあパリ切ってん、ね、なんかテンション高いのよ 結構自分でびっくりしちゃうの。それなんだろうね。頑張ろうっていう,意う。なのか、いや、その俺が本当に自分の中で抹消してるだけで、こうん、アコーさんとかが見てた俺っていうのは自分の記憶よりももうちょっとテンション高いかったのかなと思うわけ。いや、そんなことないよね。そんなことない。では、うん、だからなんか、ね、まあ頑張ってたのもあるのかな。だから、ね、いやでもそれ、スイ君の話とか聞くと、うん、なんか自分はそんなことしなそうと思うけど、してたんでしょしてた。 だそれはやっぱ悪いよね。それは悪いよね、やっぱ <laughs>、うん。なんかそのおぼろげながら、でもそれロッカーでふざけたのとかはやっぱ覚えてるから、まあ、そういうとこもあったんでしょうよ、そりゃ。うん、了解しました。<laughs> 了解、了解しました。<laughs> いや、でもありがとうございます。 今後どうやっていくの,のいやだからまあバンドは本当にあに長く続けるっていうことがさ目標なんでねちゃんとそのラジオラジオラジオはねまあ今も今やらせてもらってるから特に AM に来て AM になん <laughs> でよダメなの ?FM。FM が好きなのおん,なんかおしゃれな感じがしたう。まあまあなんか毛色はあるけどねじゃあ FM で AM みたいなことをするよ頑張って。ここいいうんああ <laughs> 聞いてるかなと思いながらするよ。ああ、実際にこの間聞いてたしね、偶然ね。あそうだよね。そうそうそう,う。あれ、俺がメッセージしてもいいわね。えもちろん、全然いいよ、そんな。んちゃんと書いてくださいね、だからその、その、教えてましたって書くと、ちゃんと選ばれる。内緒で送ってで,で選ばれたら嬉しいみたいなやつね。そそうそう,そう,そう いやでもそいつでもだし何かまあこの状況もあるから遊びに行くわとは、うん、気安く言,言えないですけど、うん、まあでも何か機会があれば読んでほしいだねて落ち着いたらぜひ、うん、みんな後輩に会いに来てください、はい、そうねいや本当先生方と別に名前は知らない後輩もいっぱいいるけどよろしくお伝えくださいそうだね、はい、みんなお喜びですのでいやでもたまに赤星さんがちゃんと言われるように本は送るわその写真会載ってるからマジで嬉しい、うん ああオッケーえ、職員室っ,って <laughs> あ、学校の住所で、お子さん宛てで送ればいい。あ、オッケー、オッケー。了解。うん、浜マ君のサインもらったことないから。ね、書いとくわ。はい。じゃあ、また、はい、また。ラインしますので。うん。いつでも連絡ください。あ、いつもライン返してくれてありがとうね、すぐ。いやいや、もちろん。んな暇だろって言ったらすげえあれだけどさ、本当にラインちょこっとしたらすぐ返してくれるよね。いや、もう全然、もうそんなの当たり前じゃないですか。でも、全然返さない人もいるけどね。 いや、じゃあ俺選ばれた、ね、<laughs> そうだよ <laughs> そう選ばれしだようーんありがとういえこちらこそはいありがとうございます、うん、じゃあちょっとご飯食べてくるねはーいじゃあまたまたうんはーい,はーいおやすみなさーいおやすみなさいはーいなるほどお母さんかありがとうございます